はい、日本海スプリントってことでね、やっていきたいと思います。秘密結社フィガム総帥8時でございます。こちら、まあ、金沢のね、だ900メートルの重賞ってことで、もう発走までね、時間もあんまないんで、早速やっていきたいと思うんですけれども、まあ、このレースね、あの一頭抜けた存在というか、まあ、JRA のオープンから移籍してきて、まあ、園田でね、負けたものの、その後、金沢移籍後4連勝、3番のお主何者、まあ、移籍後ね、4連勝全部圧勝ですし、ここもね、まあ、通過点と言えるぐらいの強さを見せてくれていると思います。まあ、そして1番のスター・オブ・ケリー、前売り2番人気。まあ、その前走のはですね、お主何者と約4馬身差の2着ですね。まあ、同じ距離ですから、まあ、2着以下、2番手以下相手には勝負付けが済んだかな、みたいな感じで入れておきたいと思います。まあ、そして4番、ウィップラッシュ、前売り7番人気。まあ、前々走はね、交流重賞にも挑戦したような期待馬で、まあ、愛知からの遠征勢ってことでね、まあ、愛知と金沢の力関係、そこでね、まあ、一つ上が期待できるんじゃないかなということで、今回は入れておきたいと思います。まあ、そして7番、ボサノバ、前より5番人気。まあ、前走3着、まあ、ここも似たようなメンバーですから、まあ、持ち時計もね、上位の存在ですし、まあ、お主何者は、相手はともかくとして、マスターオブケリー相手にはね、逆転できるかなぐらいの感じで見ておきたいと思います。そして8番の水戸のシャルマン。まあ、笠松でね、あの前走重賞3着。まあその前はね、重賞2着もある馬ですから、まあこのメンバーの中では、まあどれだけね、あの他地区相手にやれるかというのを見ておきたい一頭だなということで、今回は、まあ、こんな形でね、短距離戦狙ってみたいと思います。まあ、ちょっとね、今週はちょっと、まだ声もガラガラであれですけども、立て直してね、来週以降やっていけそうなんでね、今後また戻していけそうなんで、またよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。